どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。先日中国での最新シーズンでの高評価編成ランキングトップ10という動画を作らせていただいたんですけども、たくさんの方にご視聴いただいております。本当にありがとうございます。で、そのランキングの中にはですね、語の編成が一つも入ってなかったということでですね、じゃあ中国で語の編成ってどういったものが評価されてるのかというのもですね、ランキングトップ5という形で動画を作らせていただきました。で、そちらの方もですね、たくさんご視聴いただいてるんですよね。重ねてありがとうございます。でですね、その中国の、高評価編成トップ10の中にはですね、食の編成っていうのが一つしか入ってなかったんですよね。それが北伐立てということになってるんですけども、じゃあ他の食の編成ってどんな感じで評価されてるのかっていうのところでですね、気になってる方もいらっしゃるのかなと思いますので、もうせっかく5を作ったので食も作ろうかということでですね、今回まとめさせていただきました。またですね、トップ5という形でですね、食の編成で評価されているものというのをですね、皆様にお伝えできたらと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただけたらと思います。そしたら始めていきましょう。そしたら第5位なんですけど、洞察層ですね。で、ちなみに5位から2位の間っていうのはですね、そこまで点差は開いてないということになってますので、どれも優秀ということになると思います。1番だから凸が進んでなくても組むとか言うんじゃなくて、この5番でも凸が進んでたらこっちを優先する方がいいんじゃないかと思いますね。万能型の槍兵コストが19で、趙雲を師匠として関羽と関銀兵を副将の編成ということですね。で、趙雲に総戦尺戦と異謀必至で、関羽に短期戦利と胸水断橋もしくは水路断絶で、関銀兵に騎兵陣と青州兵という編成になってますね。で、こちらの編成に関しては現状も組める編成ということになってますので、戦場でもバリバリ活躍してるんじゃないかなと思うんですけども、食槍編成の中ではですね、総戦尺戦を使ってしまうということでですね、若干共存性が低いからかあんまり見かけないかなっていう気はするんですよね。やっぱり一番よく見かける食槍と言いますと、関羽関銀兵張飛もしくは関羽関銀兵義援、この2つをよく見かけると個人的には思うんですけども、まあそれは継承戦法の兼ね合いだからというところはあると思います。ただ、食のその、関羽、関銀兵、あと一人という編成の中ではですね、この洞察層が最も評価が高いみたいなので、組める方は組んでみていただけたらと思いますけどね。総戦尺戦は使いますけども、他の5つの戦法に関しては、割と共存しやすい編成ばかりだと思いますので、まあ、その、たくさん主力を組むという時でもですね、使える編成だと思います。そして次、第4位は、砲塔食槍ということになってますね。こちらの編成に関しては先日関羽のアニメーションが追加されたということで、関羽を使った編成の中で最も評価の高い編成はということで紹介させていただいた編成ということになってますね。万能型の槍兵コストが20ということで最高コストになります。で、砲塔に援護付きの鎧とあと兵士宝物が必要ということになりますね。先ほどの洞察層の場合はですね、特にどれも必要としなかった分ですね、やっぱりこの点でも組みにくさっていうのがにじみ出てる感じがしますけどね。で、SP 諸葛亮首相として砲塔と関羽が副将ですね。で、SP 諸葛亮には斬壁砲と滑骨両毒で、砲塔に混迷乱城と廃中大へで、関羽に異謀必至と青州兵という継承戦法になってますね。で、継承戦法の共存性という点で言いますと、可もなく不可もなくっていうところになってるんじゃないかなと思うんですよね。耐久戦法の要、回復戦法の要っていうのは入れてるんですけども、一つずつということになってますし、ただやっぱり砲塔がシーズン限定ということで若干組みにくいかということで、組みやすさ B ということにさせていただいております。この編成どうなんですかね、評価は高いみたいなんですけども、日本ではあまり見かけないですよね。強いんですかね。で、僕自身ですね、砲塔も関羽ですね、凸があんまり進んでないので組む機会っていうのはなさそうな感じがするんですけども、まあ、三国新戦偏りあるゲームですから、ガチャでポンポンポンとですね、この2武将が出る可能性もあるんですよね。まあ、砲塔に関してはシーズン限定武将になってますので、復刻ガチャを回さないと引けないかなっていうところではあるんですけども、今後はシーズン2の復刻ガチャ引こうと思ってますんでね、この砲塔が手に入る可能性っていうのもまだ残ってるっていうことだと思いますので、もし機会があればですね、組んでみたい編成だなとも思っております。そしたら第3位なんですけども、東風雄という編成ですね。万能型の騎兵でコストが19ということになってるんですけど、こちらの編成に関してはですね、現状手に入らない継承戦法っていうのも使う可能性があるということなので、そちらの方もおさらいしておきたいんですけども、まず脅威に援護が必要ということになってますね。なんでここら辺でですね、手に入らないと組みにくい部分はあるかと思うんですけども、で、脅威を主将として関銀兵と劉備が副将の騎兵の編成ですね。
で、脅威にはですね、徴兵抜帽もしくは新参希望もしくは飛遊軍と活目相対で、韓銀兵には総戦釈戦もしくは飛遊軍と奉仕陣で、劉備にですね、残壁砲と滑骨領毒という編成ですね。飛遊軍というのを使う可能性があるので東風雄という感じで呼ばれるんだと思うんですけども、使わない場合はもう普通に東風機と呼べばいいんじゃないかなと思いますね。で、東風機に関してはですね、過去に動画1本使ってですね、特集させていただいております。よかったらそちらの方もご覧になっていただけたらと思います。東風機で検索するとおそらく一番上に出てくるんじゃないかと思います。そしたら現状手に入らない徴兵抜帽と飛遊軍のおさらいだけしておきたいと思います。はい、徴兵抜帽というのはアクティブ戦法で発動確率は 40% です。で、騎兵、弓兵、兵器専属ということになってますので、槍や盾では発動しない戦法ということになってます。で、継承出所は SP 送信ということになってるみたいです。兵力最低、武力最高、知力最低の敵それぞれに 128% 軽略ダメージを与えるという内容になってるんですけど、これ3つとも重なる武将っていうのもいるんですよね。まあ例えば呂布なんかがそれに当たるかなと思うんですけども、理由といたしましては武力に関しては全武将1ですし、知力に関してはかなり低いです。でですね、兵力に関しても一騎打ちなんかを行うので一番減る可能性が高いということでですね、この3つが該当する可能性があるということなんですね。ってなるとですね、合計ダメージっていうのはかなりでかくなりますよね。 384% になるんですかね。ってなるとですね、かなり高ダメージということになりますし、脅威が覚えてるということで脅威の知力も高いということになりますので、この戦法はですね、かなり合ってるんじゃないかなと思いますね。ただ必須ではないということも書いてましたよね。新参希望とか飛遊軍でもいいということが書かれてました。で、飛遊軍の内容なんですが、兵種戦法ということになってます。騎兵の兵種戦法ですね。自軍全体が受ける治療効果が 16% 上昇。自軍首相は毎ターン行動時 60% の確率で敵軍2人に 64% 軽略ダメージを与えると。で、自軍全体の累積回復量依存で、発動ごとに累積回復量はリセットされるということみたいなんですね。なんでこの戦法をつけておくとですね、回復量っていうのが増えて、で、その増えた回復量に応じてですね、ダメージも与えていけるという戦法になってます。なんで劉備のようなですね、回復量っていうのが非常に多い武将と、相性がいいということになると思うんですよね。なんで劉備を使うですね、東風機にですね、飛遊軍を組み合わせて、で、東風雄という感じで言うみたいなんですけども、もう旗から聞いたらですね、何の言葉かわからんっていう感じになっちゃってますよね。で、いよいよ第2位なんですけども、麒麟弓ということになってますね。万能型の弓兵コストが20ということで、最高コストではあるんですけども、かなり強くてですね、現状シーズン13でもですね、最前線でかなり活躍してる編成ではありますよね。普通に天下武装なんかも出せる編成ということになってます。で、砲塔に援護鎧が必要ですね。で、脅威を主将として砲塔と諸葛亮が副将の弓の編成で、脅威に混迷乱状と背中大へで、砲塔に太平同砲と滑目相対で、諸葛亮に残壁砲と滑骨領毒という形になってます。ただ継承戦法に関してはですね、いろいろ組み合わせがあって、脅威のところにですね、混迷乱状と残壁砲にして、で、諸葛亮にですね、血力砂防と滑骨領毒にするみたいなパターンもあると思いますね。でですね、このまま諸葛亮の継承戦法をバッサリ変えてですね、八門僅差の陣と籠城自習みたいな形になる場合もあります。まあどういった形でも強いは強いんですけども、中国で最も評価されているのはこの継承戦法の組み合わせっていうことみたいですね。ただ変えても誤差っていうところがありますので、組める継承戦法で組めばいいんじゃないかなと思います。ただやっぱり砲塔のようなんでですね、シーズン限定武将も使って、で、脅威も諸葛亮も手に入りにくいっていうことで、なかなか凸がね、進ませられない武将たちっていうことになってると思いますね。で、凸が進んでない麒麟弓はあんま怖いと思ったことがないということになってますので、まあ、使うんであればね、砲塔ぐらいはしっかりと凸進めておいた方がいいんじゃないかと思います。そして最後、いよいよ第1位という形で引っ張るまでもないかなと思うんですけども、動画の冒頭でもお伝えしてますし、過去の動画でも紹介させていただいております、北伐盾がですね、1位ということになってるんですね。これは本当に意外だなっていうところですね。ただ中国ではやっぱり投降兵を使う編成っていうのが結構評価されてますので、この投降兵が入ってるからっていうところは否めないかなっていう気はするんですよね。で、今シーズン投降兵なしで使ってみたんですけども、まあ弱くはなかったけども、 S っていうかその S ティアになるほどかなっていうところはあるんですよね。で、北伐盾は現状組めるんですけども、最も評価が高い北伐盾に関してはですね、飛行聖将という現在登場してない戦法が必要ということになるみたいなんですね。
で、この飛行聖書っていうのは回復量に応じてですね、一番兵力が減ってる武将が回復されるというものになってますので、観光との相性っていうのは非常にいいですし、飛行聖書ありきの編成かなっていう気はしてますね。弱くはないんですけども、組むのであれば飛行聖書登場後っていうことにしたいかなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。このランキングを見てですね、僕が一番残念だったのが北伐層が入ってないっていうことなんですよね。北伐盾は評価めちゃめちゃ高いんですけど、北伐層は全然どこにも姿が見えないということになってて、これはちょっとですね、北伐盾に切り替えた方がいいのかななんて考えてしまいますよね。ってなるとですね、飛行聖書は絶対に手に入れないといけないなっていうところではあります。で、SP 缶を使った編成もですね、載せようと思ったんですけど、案外上位にはいなかったっていう感じなんですよね。なんで SP 缶を使ってさらに強い編成ということになりますと、混成編成になるんじゃないかっていうところなんですね。っていうところを見てもですね、まあ必須級の武将って言うたら、まあそうはそうなんですけども、いなかったらいなかったでですね、今まで通りゲームは楽しめるんじゃないかなと思いますので、そこまでなんかぶっ壊れで、ああもうこの武将がもうマストなんや、人権なんやみたいなことにはならなさそうな感じはしてますね。この辺はさすが三国新戦だなと思っております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。